坂上駅は、岐阜県日田市宮川町林にある、東海旅客鉄道高山本線の駅である。岐阜県北部の山間部にあり、2004年に成立した日田市の宮川地区に位置する。この宮川地区は、日田市成立前は、吉木郡宮川村で、当時役場などがあり村の中心部であった場所に、当駅がある。なお駅名は、宮川村の前身の一つ、坂上村に由来する。 停車する列車は、高山駅方面と井の谷駅を結ぶ普通列車のみで、高山本線で運行される特急、ひだは通過している。普通列車は、上下ともに1時間から3時間に1本程度の本数で発着する。また、夜に運行される、高山駅発下り最終列車は、当駅で運行を終了する。駅の開業は1933年である。当時は、 国有鉄道の飛び越し線という路線の終着駅であったが、その翌年に高山本線の中間駅に変更された。国鉄分割民営化では JR 東海に継承され、現在に至っている。駅近くに宗教団体の世界性、誠会本部があり、2004年10月に当駅を含む区間が普通となる前は、行事の際に一部の特急、日田が、 臨時停車していた。2007年9月の復旧以降は停車していない。坂上駅はホームが地面に接する地上駅として建設されている。ホームは合計2面あり、片側のみに線路が接する短式ホームが北側に、南北両側に線路が接する島式ホームが南側に配置されている。乗り場は合計3線で、北側から順に1番線、2番線、 3番線とされている。1番線は下り列車、2.3番線は上り列車が使用する。ホームに接する線路の他にも、ホームに接しない線路が東側の上下線それぞれに付属しており、保線車両用の車庫が設置されている。ホーム間の移動用に、補線橋が設置されている。駅舎は、構内北側の端式ホーム側にあり、 山小屋風の鉄骨造り2階建て。漫画による村おこしを狙って、旧宮川村が設置した、ユーイングギャラリーが併設されている。ただし駅員無配置駅であり、乗車券の販売などは行われていない。なお、駅の管理は、高山駅が行っている。駅の西側から北側にかけて宮川が流れている。高山本線は、この宮川に沿って建設されているが、 当駅周辺はやや川から離れている。この駅と川に挟まれた地域に、東宮川振興事務所や、私立宮川小学校、私立宮川中学校、坂上郵便局、JA 日田宮川支店などが集まる。駅前には、岐阜県道481号が接続する。この県道は、より宮川に近い場所を通る、国道360号につながっている。 ありがとうございます。